3月10日、最終日はお台場へ行ってきた。日記は左ページと同様、家に着いて落ち着いて書いてるわけで、今の時刻は深夜1時45分。しかも明日は朝から自学があるという。やばい、寝なきゃ。中古ってなるべく簡潔に。たこ焼きミュージアム行ってきた。18番。ククルが特に美味しかった。パンツ買った。勝負パンツにしよう。お化け屋敷入った。全国2位らしかったからすごい身構えてたけど、そこまでだったかな。フジテレビ行った。アナゴさんはいなかった。たこ焼きもう一回食べた。結構時間余った。羽田着いて、まだ時間あった。お土産買った。もう少し買えばよかったかな。しらす丼食べた。飛行機遅れた。恥ずかしがらずに。もう何回もやってんだから。恥ずかしがらずに。その文章解剖ここまでごめんなさい。いけるよ。その戻る前あたりから戻る。その前から最初からでもいいし。その前あたりから最初から前から行くかちょっと。ごめんごめんごめん。結構時間余った。羽田着いてもまだ時間あった。お土産買った。ちょっと待って。ちょっと待って。何ですね。思い出した何ちょっと待って。ちょっと待って、ね。なんで今日の話から終わり。終わりかよ。終わりかよ。終わった。ちょっと待って。急につまんちゃった。泣くぐらい笑ってんじゃん。泣くぐらい笑って。何その字、飛行機送るんだろ。送るんだ。で、終わりだ。飛行機送るんだ。送るんだ。ちょっと待って、ちょっと来週にもう少しでいい。来週ちょっと、一回、押し付けようかな。ちょっと、ごめん、ちょっとイレギュラーな感じだったからな、ちょっとな。どうしよう。あ、これ、こういうことだけど。ダメなやつなんですね。おやつとめちゃめちゃつまえちゃった。自分の文章に。ごめんごめんごめん。コンボ。ごめんなさい。来週はちょっと読み切るわ。頑張って。一回うんこしてきます。すいません。はい。ちょっと待って、ごめんごめん。3月10日。最終日は、お台場へ行ってきた。日記は左ページと同様、家に着いて落ち着いて書いてるわけで、今の時刻は深夜1時45分。しかも明日は朝から自学があるという。やばい、寝なきゃ。中古ってなるべく簡潔に。たこ焼きミュージアム行ってきた。18番、ククルが特に美味しかった。パンツ買った。勝負パンツにしよう。お化け屋敷入った。全国2位らしかったからすごい身構えて入ったけど、そこまでだったかな。フジテレビ行った。アナゴさんはいなかった。たこ焼きもう一回食べた。結構時間余った。羽田着いてまだ時間があった。お土産買った。もう少し買えばよかったかな。しらす丼食べた。飛行機遅れた。乗った。降りた。家着いた。終わり。この東京での3日間、初めてばかりで大変だけど、だからこそ楽しかった。初めての場所はただ歩いてるだけでも面白い。4月からここに一人で住むんだ。まだ駅とか場所不安だけど、やっていくしかない。苦しみと楽しみは紙一重、そう思った。簡潔に書いたのに
結局たくさん使っちゃった。明日も、もう今日か。今日も早いし、もう寝よう。すぐ寝よう。今寝よう。ずずず。今日の話はここまで。続きはまたいつか。おう、言えた。いや、言えたけど、それに安心するから。安心して、感じた。苦しみと何？え？苦しみと楽しみは紙一重。うん。寝なきゃ。寝なきゃ。寝なきゃ。すぐ寝よう。今寝よう。もう寝よう。ずずず。ずずず。ZZZ。あー。頭が悪すぎる。この時の戦いは。乗った。降りた。そこもあったんだ。シラスを食べた。飛行機遅れた。乗った。降りた。家着いた。早かったな。すげえ。いろいろあったはずなのにここ。ねえ、もっとあったよ。頭痛い。乗り越えた。乗り越えた。ようやく。ようやく乗り越えた。ちょっともうしんどかったこれ。もう大丈夫かな。こんなツボ入ることはもうないと思う。大丈夫。おそらく。不意くらっちゃったのかしら。次からもね、もう結構ちゃんとしたことを書いてると思うよ。おお。はい。はい。ここ来たい。また、お願いします。来週。